あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。あ、今回は服はなかったのかな。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶだわさ。オーダー、今着ているのは兵士の服だね。どの服を作るだわさ。作れるのあったかな。なんか今ゾーラの鱗、ゾーラの鱗をね、ゴロン鉱石、これ作れるやん。水使いのローブ、全然今火山エリアにおるんやけどね。でまあ作れるやつは作っといた方がいいよね。へい、どうだ。ほう、なんかドレスみたい。水使いのローブ、女の子みたいやね。潤ってるわね。あなたは油が乗ってそうだな。ってことで、宝箱を開けようか。ん、なんか今までおらんかった人ら。ちょっとちょっとちょっと、ご存知？マダム・テイラーのマダムの噂。魔女のことを時々あの女っておっしゃるのよ。もしかしてお知り合いなのかしら。でもマダムと言ったら奴隷総国のトップオブオシャレよ。魔女と知り合いなわけないわよね。ですわよね。ですわよ。いやいや、姉妹らしいよ。え、何？ピエロがおるんやけど。こんにちは、私トリップさん。この国でいつの間に通信をオンにしていると、何かいいことあるって聞いたので、トリップしに来たのです。いつの間に通信って？いつの間に通信はタイトル画面の設定から、オン！できるんです。ご存知でした？いつか一緒にトリップしたいですね。はあ、そうですか。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。おーし、向かうぜ。よいしょ。へい、あれ、へい。ってことで、今回火山エリアの2つ目、ヒノックス坑道。お、ここはゴロン鉱石と魔物の化石が手に入る。アイテムは弓矢とブーメラン。ってことはあれだな、コキリ族の衣装、弓矢だからね。ヒノックス坑道1。まだブーメランがどうのこうのっていうやつはなかったはずやけん。で、緑で弓矢を手に入れた。 Y で矢を撃てるぞ。で、あとの2人はなんだっけこれ。あ、そうそう、ブーメラン、ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。ってことで、なぜクロスしたのかわからないけど、とりあえずブーメラン。お、で、あっこか、あっこ。ん、ここなんか爆弾で壊すやつあるけど、爆弾、あ、あれ何、あ、落ちる爆弾。あ、これで取れるんじゃない。ほら来たー。てい、あ、投げ落としちゃった。投げ落としちゃったよ。おい、でもこれ多分アップルけんね。だって手に入ったもん。おいし、これで、え、割れてなくね。ね、割れてないんだけど。なになになに、どうしたの。手前に置かなきゃダメ。あ、できた、できたよー。ご飯できたよーみたいな感じのノリで言っちゃったけど。あ、ちょっと待って、あれ、あれだ、なんか弓矢で撃たないといけないとこあるじゃん。こっちじゃない、こっち、こっち、こっち、こいつであれを撃つ。おーし、で橋がかかるんかな。お、階段現れた。あっこもなんかあるな。でもあっこ、この高さから行ける。お、あっち行ったでしょ、あっち行ったでしょ。 あれ3箇所同時にやらんといかんやつや。ってことは、ちょっとみんなおいで、みんな来て、ちょっとあの緑を上にしなきゃいけないから、緑を上にし、あれ、あ、3段、もしや3段っすか。これでこうなるじゃん。 な間に合わねえ。またあれか、スピード勝負か。くそう。
あ、ダメだ。緑が担ぎ上げたんじゃダメなんだよ。ダメなんだよ。え、待って、難しくね。ちょっと待ってね。私こういうスピード勝負苦手なんだって。なんせほら穏やかな性格だからさ。とか言ってとか言える間にほら、どうするあれ、どうすんだおい。あ、これそういうことだ。どういうことだ。なんかさ、一箇所ずつさ違う、もしかして時間的なあれが違うのかい。えい、ほらな。ダメ。え、これ絶対できんくね。できるん、いける、マジで。ちょっと絶対いけんやん、こんなん。アホ。あ、いけた、いけた、よかった。やば、そんなことあります。え、これはどう、こうか。お、いけた、いけた、よかった。え、てかさ、やばくね、体力一個も減ってないよ。まあ、ステージ1だけどね。ステージ1なんだけどね。ヒノックス行動2。いや、でもほら、超難しかったよ。スピード系苦手だよ、私。え、これ何？え、これ下降りていいの？下なんかあるよね。おし、え、なんか動き出した。動き出したけど、これどうすればいいの？そのまま乗ってていいのかな？あ、ここなんか爆弾で壊すやつある。え、待って、怖い。これほっといたらさ、落ちていくとかない？ね、どっかで何かをしないといけないみたいなのありそうじゃない？待って、これあれじゃん。これあれじゃん。ちょっと待って。これさ、どっからやれば大丈夫？こっからやれば大丈夫。オッケー。これはどうすればいいんだろうな。この辺の、で、爆弾だ。壊れる？おっしゃ、行った。で、その後、ちょい待ってね。その後、これで、弓矢で撃つ。届かねえ。やっぱ届かねえ。ちょっと待ってね。違う、こいつじゃない。こいつじゃなくて、こっちだ。ん？こいつ？あ、こいつ合っとるね。オッケーオッケー。え、2段で大丈夫かな？ 2 段で、これで撃つ。へい。あ、届いてね。これで。へい、いけい。いけいけいけい。当たった。よっしゃー。お、これで切り替わったよ。新たな道。お、これで自動的に進んでいける感じかな？おーし。やったね。ほら、ここもまた。ここもまたハート満タンだよ、私。イエーイ。次、ステージ3。ステージ3だけど、ここは、なんかここ扉あるけど、あ、あっこの向こう側もうあれじゃん、トライフォースじゃん。ねえ。どうやったら開くんかな？あ、またトロッコだけど、ちょっと待ってね。ここは、この子が活躍する場所かな？ねえ。え、ちょい待って。あの切り替えスイッチのとこまで行けない。行けないってことはこっちで。え、あれなんだろう。今なんかあったよね。左側になんかあった。あれ何？ちょっととりあえず撃ってみよう。お、道変わった。道変わったよ。あ、次はあっちじゃない？次は、弓矢。ん？弓矢で合ってる？違う、こいつブーメランじゃん。ブーメランじゃなくってさ。え、でも、何？どうなるんだこれ。弓矢ではこの切り替えスイッチ届くかな？でもこの辺なんか爆弾あるんだよ。爆弾があるんだよ。こっちから取っ、落ちた落ちた落ちた。ちょっと今鳥肌立っちゃった。ああ、やばいやばい。落ちる落ちる。ち
ちょい待ってね。ちょい待ってね。こっち側か。はい、爆弾、ここ?あっこ?あっこスイッチじゃん。スイッチじゃんやって。スイッチじゃん。で、あっこのスイッチ切り替えてどうなったの?そこのスイッチを切り替えてからの何が起こったのかがちょっとよく分かってないんだけど、いまいち。さあ、これで。はい。ちょっと跳ね返りとかなしでしょう。そこで収まってよ。収まってよ。でももう一回次で行く。もう何周したんだろう。ね。このタイミングで放っといてからの、はい。行った!おし、あっこにもなんかスイッチあるよ。あっこのスイッチはなんだ?どうだ?あー、びっくりした。危ねえ。怖え。あっこのスイッチはどうすればいいんだろう。弓矢でさ、ブーメランじゃない。弓矢でさ、爆弾撃ったら爆発するよね。多分。ってことは、今度これで、いける?お、来たぜ!やったね。よし、これで変わった。あ、開いた、開いた、開いた。いける、いける。やった、ハート1個。1個使っただけで。いけたよ。ほら。やったね。ほーら。おし。ヒノックスコード4。はい、ボスだぜ、ここ。どこにボス来るんやろ、これ。てか、体力回復したんやけどさ、1個。1個だけやけど。これ、トロッコ?マジで?あれ?どこ行った私。あ、びっくりした。マジで?トロッコでの戦い?いやー、厳しいっすね。厳しいっすね。あー、怖い怖い怖い。何あれ?何あれ一つ目。待って、怖い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 。何なんか、待って、もうちょっと待ってって。爆弾多いって。こういうこと?こういうこと?ちょっと爆弾投げすぎでしょ。ちょっとどんなペースで投げてんの?ダメージ受けたし。あーもう。ね、こういうことでしょ、要は。ちょっと怖いから。マジでさ、爆弾投げてきすぎやって。へい。こういうさ、接近戦の時に頑張って当てていかないとだよね。ほらほら。お、もうダメだ。何?色変わったんだけど。色変わったんじゃなくて、なんか増えてない?ね、増えとるよね。待って。待って。ないじゃん、そういうの。何?ずるいから何?いや、ずるくはないのか。2対3だからずるくはないのか。ちょっと待ってってば。やべえぜ。やべえぜ、おい。ほらほら、やべえって。ちょ、あと1個しかないんだって。そういうのありですか。いや、鬼畜すぎるでしょ。なんなのそれ。ヒノックスコード4。寄せ1匹またなくなったよ。でも、とりあえずあれだよね。弓矢で攻撃できることが分かったから。弓矢メインで行こう。あぶねえ。これで最後。こいつら強くね?待って。3匹目とかないよね、これ。あの動きもムカつくしさ。ちょ、マジさ。超やばいからさ。もうちょっと。
ゲームオーバー。はい、いきなり大爆弾の服にね、着替えてるんですけど、まあね、死にまして、リンクがお亡くなりになりまして、こいつめっちゃ強いんですよ。やばいやばいやばい、ということなので、またやっていきたいと思います。これやばい、あ、そういう感じ。そうそう、なんかこれでね、あれなの、ここでさ爆弾めっちゃ使うから、まあ自分発信の爆弾じゃないにしろ、もしかしたら大爆弾の服が役に立つんじゃないかなと思って、大爆弾の服を着てきたんですけど、やばい、爆弾めっちゃでかくなる、おもろね、爆弾超強化されてるね、あれやばくない？なんか敵が投げてきたちっこい爆弾がでっかくなって帰っていくっていう、あ、すごい、もうこの時点で一回やっつけた。へいへい、2匹目、こっからが厄介なんですよ、こっからが厄介なの。はい、来た来た、いやー怖ーい、やだー怖ーい、とか言って、もうとか言いよる場合やないけんね。よし、あー、でもこれ大爆弾の服着とったらちょっといい感じかもしれないぜ。ちょっと待って、調子に乗り寄ったらこういうことになるから、こういうことになるから、えい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 、怖い、おー、よかった、逃げたぜ今。でもさっきに比べたら絶対全然ダメージ与えれてるから、私、うん、やばいやばい、これね、自分が投げた爆弾が、あー、ね、倍ぐらいの大きさになって帰ってくるっていうのは超恐怖だと思うよ。あー、やばい、そんなことを話している場合じゃないんだよ。ー、え、あれ一匹やっつけたじゃん、やった、しかも私が戸惑ってた方がやっつけれたよ、やったじゃん。大爆弾の服すごいね。でもほら、だってさ、自分が使えるアイテムがね、弓矢と、なんだっけ、弓矢と、そうそう、ブーメランなわけじゃん。誰が大爆弾の服が役に立つと思う？絶対着ないよね。おーっしゃ、いけたー。ほら、この動画を見て、大爆弾の服ここで役に立つんだよ、実はって。やばい、ちょっと初めて攻略っぽいことしたよ、私。イエイ。あー、やっとクリアしたー。ルピー、ルピー。あ、消えちゃう、消えた。で、どうやって降りたらいいの、降りれるの、え、降りれる、てかどこで降りたらいいの、止まる、これ、あ、さっきとコース違うね、怖いんだけど止まるよね。あ、おー、着いた着いた、やった、え、あ、ここか、オッケーオッケー、やった、大爆弾の服を着たら楽勝ということが分かった。そしてやっとクリアー、やったー。あれってダメージとかもやっぱ倍になったりとかしようかな。ゴロン鉱石を手に入れた、イエイ。これで服が作れるんかな、分からん。よし、ヒノックスコードをクリアー、イエーイ。ほら、妖精も減ることなくクリアできた。余裕だ。写真も撮ることなく、イエス。はい、ということで、今回結構苦戦したな。うん。この辺でまあ今回終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもコメントをたくさんくれる方々ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回ほんまにしんどかった、やばい。